富士急ハイランドとラブライブサンシャインの、コラボですね、ありましたよね。まあ、皆さん多分ご存知だと思うんですが、自分も行ってきました。そしてですね、帰りに、まあ、限定の物販購入してきました。それがこちらになります。はい、じゃじゃんと、オリジナルラバーストラップ、こちら全部で10個ありますので、全て今から開封していきます。ここね、本当にさすがにコンプはきついと思ってるんで、せめてヨーヨシ、まあ、俺と彼女の推しをね、一つずつでいいので引きたいなと思ってます。はい、目標はちょっとそこでいきたいと思いますね。綺麗にこれコンプしたら相当確率的にやばいんで、はい、まあ、とりあえず10個買ってきました。で、一つこちら定価600円になりますので、まあ6000円かかったんだけどね。まあ、問題は中身と。では一つ目いきましょう。あ、紙、まず紙ね。はい、こんな感じで、あのカバーされ、あのありますので、なんかシルエットで分かりそうな気もするけどね。はい、では行きましょう。一つ目、3、2、1、よいしょ。え？いきなり、ちょ、待って、淡島の時のラバストの開封動画、多分一発目からようちゃん出てる。ラバスト開封すると毎回一発目でようちゃん出てるのやばいでしょ。毎回っつってもまあ2回目なんだけど、マジでいきなり来た。めっちゃ可愛いんだけど、ウィンクかい。俺ね、ちゃんとね、あえてね、え、見なかったの。めっちゃ可愛いじゃん、ようちゃん、やべえ。しかもさ、あのこの体のバランスのせいか知らないけどさ、ちゃんと要素できてないっていうね。腕届いてませんよ。こうなってんの。ようそろーようそろーってなってる。あざっす、あざっさ。もうリーチですね。もう俺の中ではもう目標はもうあとヨハネ引けばもう、まあ、終わりっていうわけではないけどね。それは横言えばできるだけ種類を揃えたいっていうのあるんですけど、まあ、一番の、まあ、大きな目標っていうのは、まあ、そこにあるんで、あとヨハネ出していきたいですね。はい、ではいきましょう。2つ目、3、2、1、来い。お、マルだよね。はい、マルのラバストですね。はい、結構シンプルだね。もう帽子の意味あるかこれ。だいぶずれてるぞ。もうオリジナル感がすごいあります。はい、では3つ目いきましょう。3、2、1、はい。お、はいはいはい。おえ？ちょっと待って、俺に感謝しろよ。俺の引き欲しいか、これが欲しいか。買ったの俺だからね。買ったの俺なんで、これ本当に言ってお前。これ買ったの俺だからね。選んだのも俺。もうね、すごい悩んだ。どれしようかね。もうね、いっぱいカゴに入っててね。やばくね。はい、あ、やばいね。めっちゃ可愛いっすね。ヨハネ推しからしたらもうこれ、まあ確かに欲しいわ。で、ちゃんとしっかり団子は出してくっていうね。あえて帽子、なんかさ、ほら、ちょうどさ、団子のとこ帽子やったらさ、安定しそうじゃん。で、そうじゃないんですよ。逆なんですよ。はい。実は、こっちの、このヨハネはもしかしたらこっちにも団子があるかもしれない。ね。はい。すげえ。あとで請求するんで、お財布用意しておいてください。はい、終わりました。終わっちゃいました。で、今まだ3つしか開けてないんですよ。まあ、7個あるんだよ俺。一応余裕持って買ったんでね。はい、まあ当たり前だけど7個残り全部開けていきますので、4つ目いきましょう。3、2、1、はい、裏返します。はい、ダイちゃんです。あ、髪下ろしてない。髪結んでますね、かわいい。はい、こちらでもう今のところ被りもないんでね、いい流れ来てますよ。はい、では5つ目いきましょう。いきます。3、2、1、よいしょ。はい、ようちゃん2つ目ゲットしました。いや、ほんとなんかね、引き良すぎて怖いぐらい引きがいいです。今半分開けたんでね、残り5つ開けていきましょう。では6個目、いきます。3、2、1、ほいっと。おー、かのんちゃん、はい、新しいの来ましたよ。はい、カナンちゃん、こんな感じですね。はい、ウィンクしてます。ウィンクが今のところね、ヨウちゃんと、まあ、カナンちゃんという感じですね。もう最近ウィンク率高いんでね、まあ、大体9人いたら、まあ、3、4人はウィンクしてるかなっていう感覚です。はい。まあ、ただね、実際、バカにできない。ウィンクは普通に可愛いと。ウィンクしながらね、まあ、案内してますね。手をこう出してね。はい、カナンちゃん、ゲット。はい、次、7個目ですね。いきましょう。3、2、1、はい。おー、ルビーちゃん、いい感じに今、揃ってますよ。
はい、ルビーちゃん来ました。毛多くない？こうなったっけ、ルビーちゃんって。あのこのバランスがさ、ちょっと頭が大きい分毛もすごい多く見えてしまう。はい、こちらも可愛いですね。足、片足上げてるところがね、あの多分ポイントかなと思います。はい、で帽子もね、これはちゃんと真ん中にかぶってるという正しい使い方をしてますね。まだねコンプできるチャンスは一応残されてますので、今かぶりがようちゃんだけなんでね。ただもうかぶせられないっていう、まあまあほぼ無謀だけどね。はい、行きましょう。8個目、3、2、1、はい。はい、コンプはもうこれでできないけど、ようよし2つずつってやばくね。狙ってたのがちゃんと2つずつ、俺だってね、できればじゃあ2つずつ狙ってこうっつって本当に出たよ。じゃあ9個目ですね、行きましょう。あと2つです。もうコンプ不可能になったんでね、もう本当気軽に行きたいなと思います。はい、行きましょう。3、2、1、よいしょ。裏返します。シルエットでわかるかな。はい、リコちゃんでーす。はい、やばいな、逆に一つ足りないってなっちゃいそうだな。はい、これで7種類目です。いい感じに揃ってます。マジでいい感じに揃ってます。最後なんだろうね、下手に被らないのも悔しいな。だったら被った方がまだまあ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 って感じになるかな。はい、ではもうね、最後もう結果はもう決まっちゃってるんでね。はい、いきます。ラスト10個目、いきましょう。3、2、1、はい。あ、ダイヤちゃん、はい、こちらも2つ目ですね。はい、かぶりました。というわけでね、結果はこうなりました。はい、かぶったのはちょっと持ってないですが、はい、全部で7種類10個開封して7種類揃えました。1年生はなんとコンプリートできましたね。でこのうちのヨハネが2つ、はい、1つかぶりました。全然 OK。 はい、でこちらですね、2年生と3年生チカッチとマリーが出なかったです。でヨウちゃんとダイヤちゃんが、まあ、かぶって2つずつになりましたね。なんで、まあ、極端に3つかぶったっていうのは今回なかったんですよ。なんでバランス的にはもうすごい綺麗に、まあ、かぶったメンバー3人中の2人が俺と彼女の推しっていうのがまたすごいいい引きしてくれました。何がすごいって選んだ俺です。だってそうでしょ、いやめちゃくちゃ可愛いじゃん、もう本当にもうようちゃん、よりによってようちゃんウィンクしてるからたまんねえよな。うん、もう満足です。安心しました。家帰って撮るって決めてたんだけど、本当はねもう買ったその場で開封して結果によってはまた追加で買ったりっていうのをやりたかったんだけど、本当はやりたかったんだけど、もう自分を信じました。はい、というわけで以上、富士急ハイランドとラブライブコラボのグッズ紹介、オリジナルラバーストラップの開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ。3、じゃあいい、両手で持つから。